はい、というわけで今日も元気にシーロークエローチャンネルのお時間です。皆さんこんにちは、シロコチャンネルチューリンです。今日もご視聴ありがとうございます。今日はブロスター実況をやっていきたいと思います。はい、で今日は何をやってかと言いますと、私やっとトロが2000いきそうでございます。はい、なんでねこのトロ2000というタイミングで、まあ、動画を撮ったかと言いますと、まあ、2点ありまして、まあ、トロ2000って私の視聴者さんのコメントとかでもよくあるんですけども、それまではマッチングとかも同じランク帯の人が多いんで結構まあ連勝とかができてたんですけども、なかなかソロでやってると連勝しづらくなるのが、まあ、1300ちょっとぐらいからかな。まあ、これはね人による、私がねちょっと下手くそだからかもしれないんですけども、なんか連勝できない時が増えてきて、でなかなか2000まで到達するところで諦めちゃったりすると思うんですよ。ヤピバルさんが言ってたように、なんかいろんなキャラをちょっとずつ本当に使うようになってたら、まあ、相手がどこにいそうだなっていうのが分かったりするようになったので、1回目の壁みたいなのをねなんか一緒に乗り越えれたなと思って動画をさせていただきました。で、2000ってタイミングがよくマッチングした時に相手におじいちゃんのキャラいると思うんですけども、こちらのおじいちゃん、まあ、めちゃくちゃ強いじゃないですか。この子が手に入るタイミングが2000ということで、私があと1000でこちらのダイナマイクがゲットできるので今日は動画を撮らせていただきました。本当にチームでやった方がすごいトロって上げやすいと思うんですけど、私ずっと基本的にねネットぼっちがちなんでソロプレイやってるんですけど、いいチームでマッチングした時に何回も一緒にやってくれることがあって、なんか一気に40とかトロが上がる瞬間とかがあったりするので、それがねすごいなんかまたちょっと頑張ろうかなって思える瞬間とかもねありましたね。2つ目なんですけども、ただいまブロストライクが来ておりまして、こちらが昨日のアップデートでですね、なんとちょっと変わっておりまして、以前の動画でトロ上げブロストライクおすすめという話をしてたと思うんですけども、今日はブロストライカーヤピバル先生に、ポイントとおすすめ編成聞いてきたので、そちらをぜひぜひ紹介していきたいと思います。では行きましょう。はい、ブロストライカー昨日からですかね、アップデが入っております。こちらなんですけれども、ゴール裏がなくなったので、まあ、そこでねちょっとイモイモするみたいなことがなくなったかなというところが1点と、あとはゴールの中からリスポーンするようになりましたね。なんで結構ねなんか試合がなんかパパーンみたいな感じではちょっと決まりづらくなったと思うんですけど、皆さんいかがでしょうか。そしてボールを蹴るときに球を消費するんだったっていうのが、まあ、大きな変更点3つでございます。で、今回はこの新ブローストライカーを遊んでいきたいと思いますが、ヤペバル先生にポイントを聞いてきたので紹介したいと思います。ブローストライカー今回のアップデで何か変わりましたでしょうかとちょっと聞いたんですけども、基本はね変わらないからおすすめ編成とあの立ち回りを紹介したいと思います。ということで、まず立ち回りポイント、ボールはすぐに取りに行かない、敵をまずやってから、ボールを持っていくっていうのが大事だそうです。そしておすすめ編成はシリジェシーニタということで、こちらがおすすめでございます。私的にはね一人でやってる時はエルプリモさんとかがね結構多かったんですけど、ヤピバル先生的におすすめ編成、まあ、チームでやるとベストなのかもしれないんですけども、こちらも3体でございました。なので私はこちらの中の1体を使って今回はブロストライカーノラで挑んでいきたいと思います。2000になってワイはダイナマイクをもらうんやということでいきましょう。はい、ということでブロストライカーはどんなゲームかと言いますと、まあ、あの2点制限時間内に選手したら勝ちですね。でまあ制限時間内に2点選手できない場合は、点数が入ってる方が勝ちっていう感じになります。自信おるな、頑張って頑張って、いやめっちゃ頑張ってるめっちゃ頑張ってる、おーいい感じ、ナイス。はい、このゴールドさん守りきろう、上手や。あ、持っちゃった持っちゃった持っちゃったよー、これ怖い、ジェイジェイ
待ってやってくれてましたよね。ありがとうございました。これで私がなんと2000いったんじゃかどうか。ありがとう。おー、アンロックダイナマイク。ブルストの動画で初めて新キャラゲットの瞬間をお見せできる瞬間じゃなかろうか。いきます。それではいきましょう。回収、やったー。いや、次の目標はポーさんですかね。3000、ちょっとこれも頑張って、ここまでいったら一応そのゲットできるキャラはね、ゲットしたっていうことになるので、ポーさんゲットしに3000目指して頑張っていきたいと思います。というわけで今回はブロスターライカーの紹介、そして、まあ、2000到達ということでね、ご報告動画でございました。今回アドバイスいただいたヤピアナ先生、 YouTube でブロスターたくさん動画上げておりまして、概要欄にリンクありますのでぜひぜひチェックしてみてください。はい、というわけで、まあ、初心者さん向けの動画となりましたが、少しでも楽しんでくださった方はぜひいいね、そして動画の感想お待ちしてます。ではラストじゃんけんいきます。せーの、白黒じゃんけん最初にゃんじゃんけんぽいチョキです。なのでグーの人は明日よかったらかもよ。では今日も最後までご視聴ありがとうございました。また見てくださいね。バイバーイ。